大津城とは、戦国時代、愛知県豊橋城を津町にあった、日本の城である。高輪城とも言う。現在の地名に合わせて、老津城という表記もある。高輪城市、戸田禅次入道が、三河国厚見郡に最初に入った拠点である。現在の豊橋市立河西高等専修学校の周辺にあたり、学校の北や西に堀や土塁が現存する。老津町は、 元来大津と呼ばれていたが、明治11年の軍区町村編成法と共に、愛知県厚見郡牢津村に改名した。由来は、紫式部の老津島,島島を守る神や伊佐村並も沢亀道部の裏にちなむ。文明7年、松平信光の娘婿で、三河国河壁海軍上野に拠点を置いていた、戸田宗光が、千田軍港和経由で、東三河の厚見軍に進出し、 大津城に入るが、文明十一年、戸田宗光、大津から田原へ移る。文明十三年、厚見軍隊の一色七郎が没し戸田宗光は田原城を築き、そちらへ移った。明王二年、宗光は厚見軍支配を強めるために、同軍の北端に新築した二連基城へ移り住み、この戸田健康に田原城主を譲る。大津城の役割は一時、低下する。 その後、永世2年、牧野古白吉田川の西岸から、牧野氏が厚見軍に進出し、今橋城を築いて、戸田氏に対抗する。戸田氏と牧野氏の派権争いの決着を見ずに、宗光は、明王9年、船形さんの戦いで、今川に打ち取られ死去するものの、戸田氏は、大津城は、今橋城への対抗城、田原城と二連木城の連携に欠かせない城として、 再び重要度が高まった。この後たびたび、吉田、田原で、戦が起こり、拠点として使われたとされる。ありがとうございます。